天理三交換のメキシコ・ガテマラのコーナー。ここには色鮮やかで美しい民族衣装が展示されています。これらの衣装はメキシコとガテマラで今も普段着として愛用されているものなのです。その中に幻の品といわれるものが展示されています。それがこちら、鮮やかな紫色をした巻きスカート。この紫色、実は貝が吐き出す分泌液で染めた糸で織り上げたものなのです。これがその貝と紫色に染まった糸。貝は姫サラレイシと呼ばれ、この貝から吐き出される白色の分泌液を糸に塗って太陽の光にさらすと美しい紫色に変化します。染め上げた糸をこの交代旗で織り上げます。天理三交換に展示されている貝で染め上げた紫色が映えるメキシコの巻きスカート。今では貝の乱獲などによってメキシコ国内でも貴重な織物となりました。